とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。なんと、無限ダイナモが復活してます。ということだね。やり方まで教えてもらいました。ありがとうございます。そして、少し前のコメントで、トリック棒に、クールダウンショット、バーストボーストリング、貫通をつけると無敵になるらしいっていうコメントもらったんだけども、これはちょっとね、違うんじゃないかなと、思います。おそらくダイナモの間違いではないのでしょうか。うん、無限ダイナモのことだと思うんだけどね。ではまず、やり方、説明していきます。必要なもの。まずはですね、このトリック棒系のやつを、用意してください。エンチャントはダイナモだけでいいです。ダイナモ付きのピンクスコーンドレル、もしくはトリック棒ですね。これを用意してください。で、ダイナモをつけて打つと、もちろんダイナモは消費されてしまいますよね。で、そこで、これをつけてください。稲妻の矢筒だね。炎、苦痛、あと森か。やってみたけども、稲妻しかダメみたいです。稲妻の矢筒を装備して、で、ダイナモを撃ってみます。に貯めましたね。撃ちまーす。ダイナモ消費されません。このね、稲妻の矢筒でダイナモを撃つと、消費されないみたいなんですよね。で、稲妻が切れて撃つと、もちろんダイナモは切れてしまいます。はい。で、この、ピンクスコーンドレル、そして、あ、招待が届いた。ありがとうございます。ピンクスコーンドレル、そして、トリック棒だね。それ以外でも、やることができます。その時に必要なのが、まあもちろん、稲妻の矢筒も必要なんだけども、これ、貫通です。トリック棒系以外でやるときには、ダイナモと貫通、これを、装備するようにしてください。そうすると、まあ普通だったらね、ダイナモがこう、消費されていくわけじゃないですか。でもこれが、稲妻の矢筒を使うと、なんと、回復しないな。いきます。稲妻の矢筒で打つと、なんとダイナモ、消費されないんだよね。これは驚き。もうこれ、防眼系じゃなくても、他のやつでもいけます。もう一個俺なんかね、用意したんだよな。力の矢をね、あ、あった。用意してたんだけども、これも、ダイナモと貫通がついてます。これでダイナモを打つと、もちろんダイナモは消費されてしまいます。でも、同じく、雷の矢筒を入れて撃つと、消費されないんだよね。これはね、素晴らしい。で、ちなみに、貫通だけども、3を入れてください。このね、貫通していくっていうことが、必要みたいなので、1と2だったら、3本目、2本目ごとに貫通なので、切れてしまいます。なので、貫通は3入れておきましょう。3ではないと発動しませんので、そこは注意点ですね。ダイナモ、そして貫通の3。これが必要です。それでは実際に使っていきましょう。ピンクスコーン乗れるダイナモですね。稲妻の矢筒もつけてます。どれぐらいの火力が出るんでしょうか。あれ？ちょっと待って。ん？ピンクスコーンドレルって、多段ヒットするんだけどな。これしないか？稲妻の矢筒を入れると、ピンクスコーンドレルの良さがなくなるのか？ちょっと待って。これは、いまいちだぞ。ダメージは？900万。いや、
やい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 や、あーうーんどう？いやーちょっと待って、今のところね、今のところお世辞にも強いとは言えないな。ちょっと待って、まあまあまあ、うん、強いには強いのかもしんないな。いやただね、ピンクスコードレルの強みの多段ヒットがなくなってるんだよな。あれがないとちょっときつくない？あ、一応当たるには当たるけど、え？後ろの方に行くと火力が全然ないぞ。全然火力がない。ちょっと厳しい。これはちょっと俺の想像とだいぶ違うな。これはちょっと厳しいっすな。いけ、これもしやさ、あれか、ボウガンの方が強いかな。綺麗よ、うわ、パラ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 ってなってすごい綺麗なんだけども、ちょっとボウガンで一回試そうか。急遽ボウガン装備してみました。ファイアボルトスロワー263だね。貫通ダイナもついてます。あ、で無限もつけたらいいのかな。よし、じゃあちょっと行ってみよう。どれぐらい変わる？いけ、いや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 、あ、こっちのがまだマシか。いや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 、お世辞にも強いとは言えないな。まあまあ、とりあえずボス倒してみますか。いや、このぐらいのダメージか、これぐらいか。そうか、900万ってこれぐらいなんだ。そうか、こんなもんか。まあ確かにダイナモはね、消費されなくて綺麗よ、すごく綺麗にドシュンドシュンドシュンって行くんだけども、火力はねこんなもんですよ、こんなもん。普通ダイナモンの時はもうちょっと火力出たと思ったんだけどな。ちょっと使うにあたってはね、ちょっと考えなきゃいけないかな、これは。あぶねえ、あ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。まあまあ倒させてもらいましょう。はい、終わりに。なるほどね、なるほど。いや実際ね、ダイナモ、無限ダイナモはできるんだけども、まず30秒のクールダウン、かなり長い。このバトルローブのクールダウン4ついてるやつで、まあなんとか回していけるかなっていう感じなんで、難しいね。おそらく、あ、いやでもな、エンチャント次第ですよ。エンチャント次第。最強になる可能性っていうのは、まあ秘めてますよね。ピンクスコーンドレルに、黄金でダイナモでしょ？で、ロールチャージクールダウンショット、バーストボーストリング。だね。その構成で最強にはなれると思うよ。いや、難しいな。だってダイナモをね、雷の矢筒で撃てば、消費されないでしょ？となると、クールダウンショットは絶対必要になるから、クールダウンショットと、ロールチャージ、アーティファクトチャージ、そこはついてないといけない。で、ダイナモも必要。で、火力を
出して全員に当てるためにはバーストボーストリングがいるんで、あーこれ難しいな。難しいけども、出る装備が出ればマジで最強になると思う。うん。あのダメージを全員に与えることができるならばめちゃくちゃ強いよね。しかも連射でね。そうだわ。装備が揃えば最強になります。ただその装備がものすごく限定的で難しすぎる。もう超難易度だね。じゃあもう一度言っときますけども、ピンクスコーンドレルに、ダイナモ、アーティファクトチャージ、もしくはロールチャージのそのどっちかね。でクールダウンショット、バーストボーストリング、それで、最強になれると思います。いや間違いなく最強になるね。全員にあのダイナモダメージを与えていけるってなるとマジで強くなるんで、探してみてもいいのかもしれませんけども、なかなか難しいと思いますよ。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。皆さんからのコメントお待ちしております。ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。